皆さん、こんにちは。スマイリングパークオンデマンド認知症ケア講座、チーフインストラクターの田代です。今日はよろしくお願いします。今日は DLB の人の摂食嚥下障害柱状球片2、認知症における認知とはというお話から入りたいと思います。今日のお話、柱状球片の1から5は、この夏季の研修会第1回宮崎県認知症ケアスキルアップ研修会の内容をほぼ踏襲しています。今日のお話はこの2番目、認知症における認知とはというお話です。これは認知症の診断基準とか日本の対策の経緯です。2005年に DLB の旧診断基準が公表されました。で、それから12年後に新しく DLB の診断基準が改正されています。で、その前の2013年、DSM-5、これはアメリカ精神医学会が発行する、精神疾患、認知症を含む精神疾患の診断統計マニュアルですが、この2017年の4年前に発表されています。2017年に改正されました DLB の診断基準の第1番目、進行性の認知機能障害。これは絶対に必要だということです。で、今日はこの認知機能障害をもう一回振り返りたいと思います。で、ここの時に最初に1994年、最初の認知症の診断基準が出ています。で、それからだいぶ時間が経って、19年経って、4から5に改正されています。で、この94年の時の DSM-4 ですけども、以下の2つのことによって明らかとなるさまざまな認知障害。まず、記憶障害は必須である。で、2番目がこの失語失行失認実行機能障害のうち1つがある。で、ゆっくりと進んで持続的である。で、社会生活上の問題が出てきた時に認知症であるという診断基準です。この表は皆さん見たことがあるんではないかと思います。最近あんまり見ません。これはアルツハイマー型認知症の中核症状と、ここでは行動心理と書いてますけども、昔は周辺症状と言っていました。これは厚労省が2002年に作った図です。かなり広く使われました。そのここの部分を注目していただきたいと思います。今言ったこの注目というとこですね。これがまさに DSM-4 のこの言葉、認知機能障害とは記憶障害が必須で、失行失認失語実行機能障害のうち1つが必要だということが、この中核症状認知機能障害ということになります。これを用いてこの表が作られたということです。そしてもう一回振り返ると、記憶障害とこの4つのうちの1つがあれば認知機能障害。ただし、もう2つですね、必要なものがある。なんとか生活機能障害となんとか的進行というの、ここに言葉が入ります。日常社会生活機能障害と甘受な進行、もう1つがですね、持続的な進行があって認知症となります。ですから、ここの認知機能障害が満たされたとしても認知症ではないということです。では、この一般的に言う認知とは何か。何かを知覚する、目で見る、耳で聞く、五感情報ですね。それを記憶との照合して判断した場合が認知という言葉の意味になります。しかし、DSM-4 での認知は若干一般的な認知とは異なります。どういう意味でしょうか。目的を持つ動作。この黄色い丸したとこですね。これは行動を失う、したいことができない。これは計画を立てて実行するという意味ですけども、何か目的を持つ動作がここに入るということです。で、言葉、
失語とはと書きましたけども、失語も言いたいことを言うということも入ります。文字を書くという行為も入りますので、目的を持つ動作も失語は入るかと思います。これちょっと一つ増やしたんですけども、失語症の主な症状、多くのことが思った言葉が出てこない、話すことの障害、そして言葉が聞こえているのに理解できない、聞いて理解することができない、失語症の場合ですね。あと2つあります。じゃあ聞いてわからなかったら文字で見せればいいのかということですけども、実は失語症の症状では読む、書くも障害されます。文字が見えているのに理解できない。ですから聞いて理解できなければ文字でというのも難しい場合もあります。話せないということがありますけども、書きたい文字が書けないというこの4つが失語症ですので、非常に大事かと思います。では、ここのクエスチョン、何というものが入るか。行為ですね。で、このコグニションという英語、認知という意味ですけども、元来はこの行為という意味は入ってませんけども、1990年の DSM-4 において、このコグニションという言葉に行為という意味も含みました。ですから現在言う認知症とはこの3つに問題があると、ということになります。もう一回まとめますと、認知症で言う認知とは知覚、判断、行為で、記憶との互換情報、記憶との照合、そして記憶を背景にした目的を持つ動作を行うということになります。で、これらが認知機能ということになります。で、これらが何らかのことでできなくなってきたときに、障害という言葉が使われますが、そして認知機能の障害というふうになります。で、先ほども言いましたように、認知機能障害だけでは認知症ではない。そこに日常社会生活機能の障害、そしてゆっくりとさらに持続的に進んだ時に、初めてアルツハイマー型認知症であるというふうな定義づけがされました。で、これは皆さんもご存知と思いますが、FAST という AD の臨床病気ステージの分類です。で、1から7まであります。FAST の1とかですね。で、この数字が下に行くにつれて AD が進行しているということになります。で、この2とか3は、2ですね。2は物の置き忘れ、言葉が出ない。当然、記憶障害です。では、この3、4、5。初めての場所への旅行が難しい。金銭管理が難しい。季節に合った服を選べない。とか、こういうことは何障害なのか。で、今度、着衣、洋服が着れない、尿便失禁となってきます。では、これは何障害なのかですね。最初は記憶障害。こちらは IADL 障害が書かれています。そして、ベーシック ADL 障害。チャプターの90でもお話ししたところです。つまり、認知症の人は記憶障害に始まって、IADL 障害。そして、ベーシック ADL 障害という順番に進んでいきます。チャプター91でも言いましたけども、AD、アルツハイマーの方は IADL が不得意になると生活が不便。しかしどうにかできている。やがてできないことが増えてくると、誰かに助けてもらわないといけないので家事援助。さらに病気が進んでいくと、いろんなことに介護が必要になってきます。そこで、ベーシック ADL までできなくなると、身体介護という状況になっていきます。で、ここ2013年に DSM-5 が公表されました。先ほども言ったように、 DSM-4 の時には記憶障害とこっちの4つのうち1つがあればよかった。
しかしながらこの DSM-5 においては若干変わります。若干というかだいぶ変わります。注意、記憶、言語、実行機能、視覚構成認知、社会的認知などの機能に以前と比べて1つ以上の有意な低下の証拠がある。これらのうち1つに有意な抵抗があって、自立した生活が困難な状態を認知症としているわけです。もうちょっとこれを分かりやすくすると、このように注意、記憶、言語、このあたりがですね、1つあれば、そして進行して生活が困れば認知症だと。で、先ほどの DSM-4 では記憶障害が必須でした。しかし新しいこの診断基準では記憶障害は必須ではなくなりました。大きな特徴かと思います。そしてそれ以上にまず最初に注意が侵されとあります。注意障害がまず記載されたということは非常に注意は大事だということです。注意はすべての認知症、4大認知症を思い出してください。すべてに注意障害があると。しかしながらこの2、3、4は病初期の状態ではどの認知症に、4、5はどの認知症、6はどの認知症に位置するかということです。これは何認知症、この4、5は何認知症、これに匹敵します。こちらがヒントなんですけども、こんなふうに記憶、言語、実行機能は AD の病初期に特徴的で、レビーの人も実行機能と視覚構成認知、そこは不得意になるということです。で、社会的認知になると FTD だということで、このようにちょっと基準が変わってきた。認知症は AD だけでなく DLB、FTD も考えなければならない時代になって、認知という概念もまた大きく変わりました。これは DLB を発見命名した小坂先生の本に書かれています。で、先生は認知という概念は幅広い。そして認知能力障害の具体で書かれています。ここ見ていただくと分かるんですけども、記憶、言葉、理解、認識、判断、注意、計画とかですね、今までの認知という概念とはちょっと時代的に変わってきたということを知っておきましょうということですね。簡単に言うならば、見聞きし、理解し、判断し、行動し、記憶するの一つ以上が障害されれば、おおむね認知機能障害と考えてもいいのかもしれません。DLB の人の摂食嚥下障害、中上級編の2、認知症における認知とはというお話をしました。以上で終わりです。